しかしあなた方のうちの一体どれだけの人がその活字に盛られ書店の中の一角に積み上げられているところの我が書籍の真理の書の 死にを読み取ることができたであろうか私はあえてあなた方に言うこれは決して宣伝のために言っているのでもなく 不意調のために言っているのでもない、我が言葉を聞くことは3000年に一度しかできない、私はそれを真実として今、あなた方に語る。 2600年の昔、あなた方の多くは、あのインドの地において我が声を聞いたであろう、そして、この、根性の、 機会を逃してはこの次にあなた方が地上に生まれて我が声を聞くは今より2800年の後となるあなた方はその間行くかいそう 多くのものは十回近く地上に生まれ変わらねばならぬ。その度に、現代の日本で、私が説いているところのこの真理がある,あるいは日本語であるいはあなた方が再び他国に生まれた時に、 その国の言葉にて過去の思想として読むことに耐え続けねばならないのだ私はそれを予言しておくこの世においてさまざまなる出会いがあなた方を待っているであろう しかし真理との出会いは最も尊いものであり現状のブッダの声を聞くは人間として生まれて奇跡 意外の何者でもないことを知らねばならない。さらに、さらに、さらに、重ねて、私はあなた方に言う。本日、一万数千人の聴衆が、 我が前に並んでいるがこの中において我が解くところのこの物説を聞く資格ある者はいく人あるかあなた方のうち一万数千人は聞く資格なく今 この場に座っているそれもやむを得まい法輪がまだ回転して間もない今であるならばそれもやむを得まいそれも認めようしかし私は言う後の世の人々はあなた方に問いたいであろうどのような 悟りを持ってあなた方は我が声を聞いた顔おそらくまだ我が言葉の真実のある光を 受け止めることができないままに並んでいるところの多くの魂たちよ我が願いをまず述べておくよく聞いてほしい私はあなた方に 今語っているが私の言葉は今我が前に座している人々に語られる言葉ではない永遠の方として語り継がれて 行くべきものを私は語る。今に生きる者の,のみでなく、後の世の人々のために、人類の未来のために、人類の幸福への遺産のために、しかも私はさらに、 言葉を継いであなた方に言おうもちろん私は多くの書物に書かれているようにブッダの魂のその生命体の生まれ変わりではあるが皆様方の前に大川流法として 立っているところのこの存在は通常地上には生まれることのない存在であることをあなた方は真の意味において今我が名で呼ばれているところのこの魂を見ることは 今後地上においても天上界においてもありえないそれを言っておこう通常発信という名で法の身という名で呼ばれているのが私の本当の姿であって人間の姿をとって 出ることはもうないそう思って今回の幸福の科学という名を借りての地上におけるこの心理の活動の意味を知ってほしい過去 あなた方が学んだるところの人類の精神的遺産なるものはわずか3000年4000年の歴史の中に残されているものであろうそれも一つではあるがそれ以前より 悠久の昔よりこの地球に地上にあなた方の魂の修行の場に真理を打し立てこの真理のもとに 人類の存在を導いたわ我が思いに発しているその間奥と名の付く歳月を私は見守ってきた 今日に至るまで一体幾千幾万の文明がこの地上に生まれては消えていったことであろうかその歳月を 地上に降りることなく見つめてきたのが私でありますすべての人類の思想と彼らのよりどころとすべき 精神的価値の基盤を決めたのですそしてその精神的なる価値の基盤に基づいてさまざまなる 宗教家が思想家がこの地に生まれ我がこの理想をさまざまなる個性ある表現としてと言い,い 続けてきた私はそれが人類の高所よりの無限に近い昔よりの出発点より決められた方向に基づいて。 展開してきた事実を今、あなた方の前で再確認するとともに、これより後、21世紀以降の全人類の 決するものは現代の日本において我が発する言葉より生まれいずる新聞名であることを明言しておきたいので ありますべて物事には始まりがあり終わりがある今過去の文明がもう終わる時期が来た。 私は人類の過去の文明の幕引き役として今現れ新しき時代の幕を開けるべき役としてもまた現れた我が現れたるは過去の 宗教や思想や心情はこのようなものは海の木図となり果てるともかまわぬという天の意思表示であるこれよりすべてのものは終わり すべてのものが始まるであろう。あなた方は新しき創世記をその目に見ることになるであろう。これから人類の第二の創世記が始まるのです。 今伝承として語り継がれているところのさまざまな神話の中にあなた方はかつての創世記を垣間見ることができるであろうがい知ることが でできるであろうしかし私はあなた方に言う今こそ第二の創世紀であることを後の世の人々は人類の歴史が 私たちが聖暦と呼んでいるところのこの1900年代の終わりから始まることを知るでしょう。これより以前にあったことはおそらく人々の記憶の底から消えることになるでしょう。 それは人間が地上に住む以前の神世の世界の出来事であって人間がこの地上に住むようになって文明を作ったはこの今が最初であると後の世に言われるようになるでしょう。 それだけの天変地異もまた起きるということです文明の大部分が姿を消すかに見えるようなそうした時節が近づいてきております さあそれがいかなる結果として霊界にすでに起きているところのそのような出来事がいかなる結果としてこの三次元の世界にいかなる時にいかなる形をとって現れてくるかは私はむしろ知りたくもない見たくもない。 聞きたくもないというのが真実であります私の意識はその一点から常に外れています知りたくないのです見たくないのです聞きたくないのですけれども信じたいこれが新しい文明の 海の苦しみであることを、その陣痛であることを、勝利のための苦しみの声であり、悲しみの声であることを、願わくば、その危機の時代に苦悩する人の数を減らしたい。彼らの多くに それは霊的世界には起きたが、この地上には起きずに止まったよと言ってもあげたい。しかし、それをすべて実現することはおそらくは難しいことでありましょう。あるものは起き、あるものは起きない、そのような事態となるでしょう。そして、 まさしくその現在進行形の中に私たちの活動もあるということを言っておかねばなりません。この地球にさまざまなる天変地異や人災が起きてくるのは決して特定の誰かがそうしたいからでは ありません私たち一人一人にも己の思いと行いによって運命が展開するように50億人に上る人類もその共通の想念の 集積によって現在と未来の運命が作られるそれゆえに20世紀までに全人類がため続けてきたところのその壮年の集積はわずか数年のあるいは10年20年の間では いかんともしがたいものがある。自らが作ってきた壮年の集積によって、自らの運命を招き寄せ、それを享受するならば、それもまた、い,いたしかたないことでもあろう。しかし私は、 その危機を100%回避することがたとえできないにしても何故にそのようなことが起きるかということを言っておきたいのです。人々がこの地に、地上に生きている間にそうしなければ。 彼らの多くは長らく闇の淵の中に沈むことになるからです。この地上にはさまざまなる罪がありますが、最大の罪は、真理を知らないという罪であります。真理は いつの時代にも解かれているのに、真理を理解できる人はいつの時代にもいない。その理解できる程度に応じて、人々はその運命をつくる、国としての運命を、全地球の運命をつくる。 それは原因結果の法則であってこの宇宙ができた時より決まってはいるものであるがその原因結果の伝鎖を当然として傍観するに忍びなく私は今 地上に出てきたのです見ていることができないからそれが法則であるからあなた方はその運命を感受せよと見捨てることができないから今この地にこのちっぽけな日本の地に生まれました。 霊天上界から見れば地球など小さな塊です、日本などその中の一点です、この小さな一点のような、この小さな小島に肉体を持って生まれ落ちて、そしてその声で、その言葉で、で、52億の人に真理を知らしめねばならんという、この重荷よ、この辛さよ、あなた方に分かるか、分からないであろう。 しかし、やらねばならぬことではあるならば、己自身で決めたことではあるならば、あえてその役目を全うせんとして出てきたわけです。これだけの真理が解かれていても、まだ日本の、日本人の多くは、 眠りの中にありますその事実を知りません今この極東の小さな国に人類の運命をかけて一つの 聖なる戦いが始まっているということを多くの日本人はまだ気づくこともなく太平のまどろみの中になりますしかしその時代認識があったなら 今日本人としてやらねばならぬことが一体何であるかが分かるそれはやがて何十年か何百年かその年数は知らぬが必ず今日本人として生まれた人は己がこの事実に気づかずこの 聖なる使命に参画しなかったことを魂の奥に深い開墾とともに刻印することになるのです釈迦が生まれた時のインドに同じく聖を受けた者は多かろうがその事実を知らずに去った者の哀れなることよ イエス生まれしイスラエルに生命を持った者は多かったであろうがその事実に気づかずに歌方のごとき生命を終えた者の哀れなることよいやむしろ気づかぬままではなく嘲笑い、嘲笑し批判し、非難し地上を去った者の悲しさよ その悲しさは決して取り返しのつくものではないどれほど反省しても取り去ることができない魂の落因となっているのだ今あなた方の前にイエス以上のものが現れているのだ今あなた方の前に 2600年前にインドにゴダマブッとして呼ばれたもの以異常のものが現れているのだその事実を知るか知らぬかは認めるかは認めぬかは一人一人の魂の賭けでも あろうがしかしその賭けは外れた場合に大いなる後悔を伴うものであることだけは私はこの場で言っておく我が声今回発されてすでに4年 幸福の科学に集い至るものその数およそ10万日本人残れるは1億2000万世界51億2億の民があとその事実を知らずにいる救世の方が れるということはすべてのものを投げ捨ててでも集わねばならぬということなのだ。いく転生を繰り返し、いく十転生を繰り返し、いく百転生を繰り返し、いく千転生を繰り返し。 まだそのことが分からぬかまだそのささやかなる真実が分からないのかイエスは言ったではないか彼の弟子となる者たちにその網を捨てて我に従い来よと。 網を打って魚を取っている時期か今人をすなどるべき時が来た人をすなどるとは人々の魂を救うということです人々の魂を救うべき時が来ているのにいつまで川の中や池の中や海の中で小さな魚を追いかけているかそれが 日々の糧になるからといって何ほどのものがあろうか人類救済の時に救済せずしてそれ以外のいかなる仕事があろうかこの仕事がすべてでありそれ以外のものは余儀なのですあなた方の 転職でではないのですそんなものはわずか数十年この地上で魂がまとっているところの肉体を食べさせ自分の周りに住んでいるところの数人の人間を満足させるためだけに一生を使って でいいと本当に思っているのですかそれならば現代の日本に生まれるなあなた方以外に生まれたかった人は山のようにいるのですその人たちを押しのけてあなた方は生まれてきたのですその事実を 何とする誰に詫びるそんな気持ちで生きるのならばこの日本に生まれたいと言っていた多くの魂たちに変わってやればよかったそれが人間として取るべき道であったにもかかわらず自分の方が大きな仕事ができるからと 自分の方がお役に立ちますからと言ってあなた方の多くは先を争って出てこられたのです。